ウェヌス・アナデュオメーネはアプロディテ、またはウェヌスの図像表彰の一つで、アペレスの非常に賞賛された絵によって有名になった。その絵は現在は失われているが、アペレスがアレクサンドロス3世の上布カンパスペをモデルとして雇ったという逸話とともに、プリニウスの博物誌に記述されている。アテナイオスによると、海よりいずるアプロディテの着想は高級少女フリュネに、 触発された。彼女は、エレウシスの祭りとポセイドンの祭りの期間、しばしば裸で海を泳いだのであった。ポンペイのウェヌス・アナデュオメネの壁画このイメージは、海から現れる愛の女神、アプロディテの誕生を描いている。ギリシア神話の伝えるところでは、アプロディテは完全な大人として、彼女の諸女性を絶え間なく更新する海から生まれた。 女神が彼女の濡れた髪を絞るモチーフはたびたび繰り返された。この主題は古代において幾度も再現され、アクイタニアのガローローマ都市で発見された4世紀の肖像表現は後期古代におけるモチーフの継続的な成長力を証明している。アペレスの絵画はローマまで運ばれたが、プリニウスの時代にはひどく損傷した状態だった。彼は、 アペレスの最上の絵画を挙げながら、このように記述している。アウグストステイによって、彼の父、カエサルの神殿に捧げられた海から現れるエヌスは、アナディオメネと呼ばれ、他の作品のように、ギリシア語の詩で称賛された。それは時によって征服されたが、名声において、霞むことはなかった。ビーナスの誕生、サンドロボッティチェッリ。 1485年頃、ウェヌス・アナディオメネ、ティツヤーノ、1525年頃、アペレスト・キソイ、もし可能ならば、彼を超えるために、プリニウスを読んでいたルネサンスの画家たちの願いを通して、ウェヌス・アナディオメネは15世紀に再び取り上げられた。ボッティチェリリの有名な、ビーナスの誕生の他にも、初期のウェヌス・アナディオメネとして、アントニオ・ロンバルドの浅うき彫りがある。 ティツヤーノのウェヌス・アナデュオメネはかつてサザーランド港による長期対応品だったがエディンバラのスコットランド国立美術館の2003年を記念する購入品となったウェヌス・アナデュオメネは噴水に自然な主題を提供したワシントン DC のナショナルギャラリーはウェヌスの紙から水が滴るように円管を通された等身大のブロンズ像を所有している この彫像は16世紀後半のジャンボローニャの弟子によって手本にされた。この主題のロココ彫刻は控えめにヒップを覆われたが、より大胆なヌードが男性である19世紀のパトロンたちの心に訴えた。テオドール・シャセリオーは1835年にこの主題でウェヌス・アナデュオメネを制作し、長い年月を経て1848年に完成された。 ドミニク・アングルの、ウェヌス・アナ・デュオ・メネは、画家の最も著名な作品の一つである。ビーナスの誕生、アレクサンドル・カバネル、1863年、ビーナスの誕生、ウィリアム・アドルフ・ブグロー、1879年、アレクサンドル・カバネルの、ビーナスの誕生は1863年にサロンド、パリに展示され、ナポレオン三世に、 彼の個人的なコレクションとして購入された。アメリカの美術史家、ロバート・ローゼンブラムはこの作品について、次のように解説している。このヴィーナスはどこか古代の女神と現代の夢との間を漂っている。そして彼女の視線の曖昧さ、それは閉じたように見えるが、近くから見ると、彼女が目覚めていることを理解させる、眠っているようでもあり、目覚めているようでもあるヌードは、 男性の鑑賞者にとって特に恐ろしい。ウィリアム・アドルフ・ブグローによる1879年の同じ題名の絵画は、ボッティチェリリの作品を再現しているが、19世紀、後半のアカデミズムの画家たちにおける、このテーマの継続的な人気のもう一つの証拠である。その神話的な文脈によって正当化された、エロティシズムの貴重とともに非常に伝統化されたテーマは、 近代主義者の再構築を受けるようになった。パブロ・ピカソは、キュビスムの洋蘭記の作品の一つで、彼の画期的な絵画、アビニオンの娘たちの中央の人物において、ウェヌス・アナデュオメネのイメージを再構成した。ニューアルファー・デルタ・ウプシロン・ミュー・イプシロン・ニュー・イータ、ライジング・アップ。アテニウス、デオプノ・サーフィス・ティー・ブック・サーティーン・ハット、プリニ。 イストリアナチュラリス XXXV91 バニリームエジンタムイーマリジバスアゴーストゥスダイカベットインデルーブロパトリスシーズラスクアアナジョメネボーカトゥールバーサバスグラハシスタントペレドゥンローダトゥールエービス・ビクタ SED エンラストレータスティーブン・カーンアイズ・オブ・ラブザ・ゲーズ・イングリッシュアンドフレンチ・ペインティングスアンド、 ノベルズ1840から 1900P101、1996、リアクションブックス、アートアートインストラクション、ISBN0948462833。ありがとうございます。